爆睡してましたね。5時間ぐらい寝たか。でね、まだ次の作業がね、夕方6時からなんで、今10時でしょ ?10 時、12時、15時、15時、15時。あと6時間とか7時間とかまだ寝れるんですけど、さすがにもう寝れない。ここ今ね、羽生のパーキング、埼玉県の羽生パーキング上りなんですけど、なんかここ何?忍者屋敷みたいになったんですか?初めて見たのか、これ。ちょっと、ブラブラしてみましょう。時間あるんで。はい。やってきました。羽生パーキング。初のね、羽生パーキングですね。なんか江戸時代のなんか建物みたいになったんですけど。レストランがあるのかな?とりあえず行ってきまーす。なんかめちゃめちゃミストが出てる。めっちゃ涼しい。江戸醤油焼きそばだ。シャモ焼き。立ち食い。どんなか。もこもこソフトクリーム。ジッテカレーパン。こっちは何なんだろう。やるよ、ランドンかい。やるのか。どういう感じなんかな。江戸時代。大宮。やってないんかですよ。あ、めちゃくちゃお店あるやん。お店あるけど、どっから入れるのかな。入れた。すいません、はい、これ一本うどんが一番売れてます、はい、人気が一本うどんなんですよね。一本うどんですか、名物ですね。名物ですか、あ、わかりました。はい、来ました。一本うどん850円。ね、まあ名前の通り一本でですね。で、卵入ってますね。いただきます。
青のりとごまがついてます。で味噌汁。でこのタレをつけるかな。いただきます。まず味噌汁から。はい、じゃあね、ご飯も食べたんで、もう一眠り、行ってきます。1回ぐらいいっぱい過ぎたら、これで夜中走っても眠たくないか。はい、じゃあとりあえずね、着替えて準備して出発しようと思います。ありがとうございます。だいぶ寝た、めちゃくちゃ寝た、めちゃくちゃ睡眠チャージできたわ。久々になんかがっつり寝れた。いい人です。カスカベ、クレヨンしんちゃんのカスカベに行くんで40分ぐらい、 4,50 分かかります。はい、出発しますよ。はい、じゃあね、とりあえず久喜のインターで降りて、とりあえず積み込み行ってきます。バイバイ、頑張るぞ、暑いけど、バイバイ。はい、ちょっと早く着いたんですけど、まあ電話があって確認したら3時間ぐらい待ってしまう、3時間ぐらい待ってもらうかもしれん、早くて1時間半ぐらいで始まるって言われたんですけど、うん、しょうがないね。とりあえずまあ YouTube の編集とかしながら、はい、時間つぶします。バイバイ。今ね、積み込み終了しました。ただいまの時刻が8時半ですね。うん、ちょっと遅くなりましたね、思ったより。うん、まあこれね、関西向けなんで、まあ4時ぐらいになるかな、行けたらって感じですかね。うん、
まあね、眠気は全然もう腐るぐらい寝たんで眠たくないんで、まあね、多分余裕です。はい、とりあえずじゃあまあね、一回休憩しなければいけないんで、うん、まあそんな感じです。さっきこっちの目にシャンプーか洗顔が入ってめちゃくちゃ痛かった。汚い眉毛。ここはね、掛川パーキングでした。シャワー浴びてね、すっきりして、今からもうちょっとね、寝て、ちょっと休息取って、また出発しようと思います。はい。はい、ってな感じで、30歳トラックドライバーの一日でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。